ウモンブ。ウブンブ、ウブンブは、両性地域、現在の北京市周辺に存在した、戦費の一部族。精神時代から五個十六国時代にかけて、工場となった。南北朝時代にはその子孫が北州を建てた。伝承によると、皇帝に滅ぼされた炎帝、新郎氏の子孫であり、北方の荒地に隠れ住んでいた。ウモンブの出自は、 強度であり、一世紀に北強度が五冠に破れて西に逃れた際、これに従わずに爆北に止まった武衆がその起源と言われる。その後、彼らは東へ逃れて、戦費族と雑居するようになり、やがて同化していった。その中でクズガラストという人物は、オウムにして、暴略を有していたので、戦費の処分より慕われて衰退され、断石援助の時代には十二の部落をすべて、 東部大人となった。以後、彼の子孫は、代々東部大人となった。また、南、郷土の前鵜とも遠跡であったという、右門部の子孫は、鵜分広司会という人物であり、クズガラストの光栄である。広司会は、狩猟を行っていた際に、三紐の玉璽を拾い、これには、皇帝寺という文字が刻まれていた。広司会はこれに驚き、天からの授かり物だと喜んだ。 戦辟族の風俗では、天は、堺と言われ、君は、文と言われたので、部族名をう文とこうし、その姓も、う文とした。また、史実岩巻十一王の安氏六年中引き、何し生園において、う文氏は、炎のおみかど、新納氏の光栄であり、草の効能を試した際に、戦辟語で草を言う、四分、四分、から、四川氏と名乗り、その後なまって、 もともとある元々は両党の災害に住んでいたが、ウブ分広司会の子であるウブン分クナは印山から南へ移り、両政に住まうようになった。その後、数代を経て右分ン,ンジュが位を継いだ。右門部は当時すでに両政地方においては、南部と並んで強情であった。また、母用部とはかねてより対立し合っており。 しばしば攻め入っては進行略奪を繰り返した。293年、部族民を強いげていたことからウブン枠炎は殺害され、弟のウブン広しが継いだ。彼の時代、宅松部とは隕石関係を結んでいる。ウブン広しが没するとこのウブン高志付近が継ぎ、ウブン高志付近が没するとこのウブン枠系が継いだ。 ウブンバクケイの時代にはウモン部はさらに強情となった。彼は前後を自称し、災害の処分から恐れはばかられたという。302年12月、弟のウブンクツウンと一族のウブンそのべに、母用部を攻撃させたが敗れた。その後、ウブンそのべは十万の兵を率いて、母用部の本拠地である、トゲ城を包囲したが、再び敗れて、軍を退いた。この百里にわたって、 追撃を受け、一万人以上の兵を失った。うぶん爆刑が没すると、このうぶん孫日の部が立った。うぶん孫日の部の時代、宇文部は、幕北にも、勢力を広げた。319年12月、両党を支配する闘神の遠い行為、斉と結託し、高空里、南部とも同盟を結んで、母用部へ共同で攻め入った。部の大人の工作により、 高栗、南部は撤兵してしまったが、部分孫実のべは攻撃の意思を崩さず、数十万の兵と四十里にも連なる陣営で、トゲ城を攻め立てた。また、戸賀にいる母洋の所長詞、母洋艦から攻撃を受けることを恐れ、数千機を派遣して、母洋艦を襲撃させた。だが、部分部分は伏兵に引っかかり、大敗を喫して、ことごとく捕らえられた。母洋が城から撃って出ると、 部分孫実の部は全軍をもって迎撃させたが、母陽艦は戦機を率いて宇文部の陣営の背後に迫っており、母陽の軍が戦いを始めたのを見計らって突入し、陣を焼き払っていった。部分孫実の部の兵は大混乱に陥り、なす術もなく大敗した。部分孫実の部は体一つで逃げ出し、兵卒のほとんどが捕虜となった。さらに、宇文部に代々伝わる。 玉治三紐ももう奪われてしまった。その後、宇文孫日の部は、棘城へ使者を派遣し、和平を交った。宇文孫日の部が死ぬと、この宇文骨徳く壁は後を継いだ。三百二十五年一月、後、長君衆、赤六の妖精により母養部の攻撃に向かうと、母養は、着難の母養、両頭将敗玉、進む鳥子将軍、母養一らに迎撃させた。 宇文骨こ亀は、兄の宇文ん出罰隊に、ぼ陽一氏を攻めさせたが、帰り討ちにあって戦死し、さらに母、ぼ陽、う、陽一氏の攻勢により、宇文骨こ亀は、大敗を喫した。宇文骨こ亀は夜を待って、短期で逃走を図ったが、その兵はことごとく捕らえられた。ぼ陽一氏、と陽はこれに乗じて宇文部の都の上へも、侵入したので、 長方はことごとく奪われ、百万の畜産が露獲され、数万の民が略奪された。三百二十七年十二月、大王、拓松那に協力して、ガラン部の卒ガランが愛党を撃ったが、撃退された。三百二十九年十二月、大で政変が起こり、拓松那が、右門部へ亡命してくると、これを迎え入れた。三百三十三年八月、右ト骨徳亀は、 東部大人のウブニツ、マメキにより、領土を追放され、逃走中に亡くなった。同月、母葉が、右門部に侵攻すると、ウブニツ、マメキは、講和を求めた。母葉はこれに応じ、二れかげ、アン・ススムの二条を築いてから帰還した。十一月、母葉の弟である、ススムトリコ将軍、母葉人氏が反乱を起こして、両党を占拠すると、ウブニツ、マメキは、 母葉一氏を支援した。三百三十五年、右分別部が母用部より侵略を受け、多くの資産が奪われた。右門部の将軍渡る夜星は期間中の風域に追撃をかけたが、帰り討ちにあった。十二月、拓松名は右門部の支援を得て、台へ攻め込むと、諸部大人はこれを迎え入れ、再び大王に即位させた。三百三十六年六月、 南部に呼応して、母用部領の安進へ侵攻した。母用が五万を率いて、柳城に進軍すると、ウブンイツ、マメキは退却したが、追撃を受けて、市長を失った。同年、風雨駅により、ウブン別部が侵略され、大敗を起死した。339年10月、母用部が、ウブン別部を攻撃した。343年2月、ウブンイツ、マメキは、 アイナ・アサコンに前、ツバメを攻撃させたが、ボヨウは、撃って出なかった。バク・アサコンは、敵が恐れていると思い込み、油断して、警備をおろそかにした。これを見たボヨウは、ボヨウ艦を出撃させ、バク・アサコンは、散々に打ち破られた。これにより、兵卒の大半が捕らえられ、バク・アサコンは、かろうじて逃げ帰った。8月、ウブンイツ、マメキは逃亡中であった。 弾量の弟弾弾を捕らえると、後町へ送り、合わせて、春馬一万匹を献上した。ウブンイス、マメキは一貫して後町に従属し、貢献を絶やすことはなかったという。344年1月、母陽は、右門部討伐の兵を挙げ、三道に分かれて進軍させた。ウブンイス、マメキは、南ラダイの渡る夜星へ精鋭兵を与えて、迎撃させたが、 渡る夜星は、敗北を喫して、母用艦に打ち取られた。右門部の兵卒は恐れをののき、戦わずして潰れた。前援軍は勝ちに乗じて追撃し、ついに、都の城を攻略した。右文椅子、豆木は、逃亡を図り、遠く、爆北まで至ったところで亡くなった、高栗に亡命したと言われる。こうして、右門部は滅亡した。右文椅子、豆木の子である、 ウブンリョウは前ツバメに仕え、馬マトに任じられ、玄ン公に封じられた。前縁が滅亡すると、やがて再興した後ツバメに仕えた。北魏の道武帝が中山を攻めた時、ウブンリョウは母葉を宝に従って迎撃したが、母葉宝が破れると後期五百を引いて、北魏に不利、と巻きあるに任じられ、安定公に封じられた。三百九年、ウブンリョウは大軍向川鎮に移された。 ウブンの子が、ウブンであり、その子が、ウブ等である。ウブン刑、ウ等ン塔は共に武略を持って称賛されたという。さらにその子が、ウブン肘である。ウブン肘は仁義を重んじ、心身共に強権であった。五百二十三年、翌夜鎮の波六官抜け三ささぎは乱をなすと、六鎮の乱、遠近の諸鎮は次々とこうした。その敗下の縁過去の都党が最も、 勢い盛んであったが、うぶんひじは、郷里の民を救合すると栄囲囲を打ち、その衆を参謀させた。やがて中山に移ると、仙武を侍に捕らえられたが、仙武を侍はその武衆を率いて帰還するよう命じた。後に帝州軍に敗北を喫すると、うぶんひじは戦死した。北州の祖である、うぶん氏は、うぶんひじの少子である。もともとの羊が郷土であったからか、 本来の戦辟族とは話す言語が異なったという。人々は皆髪を切り揃え、頭頂部で留めて、飾りとし、スースンでも長くなると短く整えた。婦女は、足まで及ぶ、長い樹を着用していた、もはなかった。秋に渦、鳥かぶとの開墾を採集して、毒薬を作り、鳥獣をいる際に、これを用いた。数代、二代、逆、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。